はは、いいどうも皆さんんんんこばつきです本日の動画はですね新しい英雄が発表されたのでそちらを紹介していきたいと思います世間はですねアレンシアのピックアップだったりとかあとオペレーターセクレットがね来ているんですけどちょっとそのガチャは明日あげようと思いますのでガチャを見たい方は明日見てください今日は新しい英雄を紹介していきますこちらの英雄になります えモルトという名前で、正式な名前は、えー、モルテリックスという、えー、竜族の王様らしいんですけど、えー、これがエピソード3の英,英雄なのかはちょっとわ、えー、からないんですけど、サブストーリーか何かで、えー、ピックアップされるのか、えー、ちょっと謎なんですけど、えーまあ、一応ストーリー的にはもう出てきているみたいですね。 えこちら、貴族性のナイトになっていて、ステータスはですね、えー、こんな感じなんですけど、えー、ちょうどチャールズと全く同じ、えー、覚醒の効果も全く同じになっています。陣、えー、形もですね、えー、集中はクリティカルと、これもえチャールズと同じですね、えー、覚醒素材なども全部同じなので、えー、まあチャールズをね、シミュレートに使うことも可能です。 この、えー、貴族性ナイトなんですが、どんなスキルを持っているかというと、ですねかなり面白そうなスキルを持っています。はい、こちらですね。まずスキル1が敵単体攻撃で、最大50%の確率で防御ダウンを2ターン付与。えー、自身が激怒状態の場合、効果低効率を無視する。最大生命力に比例してダメージが増加するというスキルになっています。えー、確率自体は最大で50%と、えー、やや低めなんですけど、 えー、激怒状態になっている場合、効果抵抗率を無視するという、ちょっと今までなかったような感じですね。えー、確率は低いんですけど、効果抵抗率を無視するという感じになっています。えー、そしてスキル2、パッシブですね。来、えー、ましたね、えー。自身はスタン、睡眠状態の影響を受けない。えー、闇ゼラと以来でしょうか、えー、スタン、睡眠にならないと。 いうところですねまちょっとゼラトと種類は違うんですけど行動不能系のデバフを受け付けないという性能を持っていますそしてスキル1を使用した場合クリティカルが発生した場合30%の確率で王の慈悲を発動するここちょっと翻訳なので実際のスキル名は間違っている可能性がありますこのスキルは2ターンに1回発動する王の慈悲とは何かというと味方全員にクリティカル抵抗バフを1ターン付与 そして自身にスピードアップを2ターン付与するという効果になっています、えー、なのでスキル1、えー、素で打った場合も、えー、反撃とかあと連携で発動した場合も、えー、クリティカルが出ればこの王の慈悲クリティカル抵抗バフを全員につけることができるということでこれね多分めちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います、えー、d n a もあんまりね使ってる人見ないんですけどクリティカル抵抗バフってあの,あの英雄を持ってるんですけど えー、ギュンターさんも持っているクリティカル抵抗なんですけどめちゃくちゃ強いんですよクリティカルが出ないだけで、まあ、基本的にみんなステータスってクリティカルダメージを、えー、振ってるのでクリティカルが出たら大ダメージっていう感じなんでクリティカルが出ないだけでもうダメージが全然違うなのでめちゃくちゃ耐えれるんですよなので、えー、このクリティカル抵抗を2ターンに1回とはいえスキル1で発動できるっていうのはめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思っています、えー、そしてスキル3 えー、敵全体を攻撃し、裂傷を与える、えー。自身が激怒状態になり生命力を回復する、えー。与えるダメージと回復量は自身の最大生命力に比例して増加。裂傷の効果量は与えたダメージに比例して増加すると。えー、ちなみに烈傷の上限は、えー、相手の最大生命力の15%までらしいです、えー。激怒に関してはですね、えー、先ほど説明したとおり、えー、スキル1が追加で。 えー、効果抵抗率を無視するだけでなく、えー、攻撃力とスピードが10%上がる解除不能のバフになっていますえちなみに激怒は2ターンの、えー、効果バフなので、まあ、2ターンたてば自然に消えますえというわけで、えー、初の烈勝をデフォルトで与える英雄でしょうか、えー、烈勝自体もですね最大15%までということで、えー、烈勝セットが5%なので 割とと高めなななんじゃいいかなと思いますこの辺の、えー、与えたダメージに比例してっていうところの倍率などがまだ分かってはいないんですけどまあ5%を超えるんであればかなりいい感じに使えるんじゃないかなと思います、えー、紹介動画でもですね、えー、結構 HP 減らしていたのでこれは割といい感じなんじゃないかなと思います、えー、特に生命力で、えー、与えるダメージが増えるので生命力を持ってあげれば 自然と裂傷の効果量も上がるというところが、えー、分かりやすくていいですね、はいえー。そんなモルトなんですけど、えー、おすすめセットですね、えー、まあ、気の空論なんですけど、今のうちから、えー、ちょっと考えてみました。えー、まずは、えー、反撃セット、まあ、これが一番分かりやすいセットですね。まあ、要するにチャールズと置き換えるというような形になります。 エルブリスの宝剣をつけるとスキル1の防御ダウンをめちゃくちゃばらまくというのとクリティカル抵抗のバフを何回も付与できるというところで割と使いやすいセットなんじゃないかなと思います激怒状態の場合は効果抵抗無視なので効果命中を振る必要もないっていうところも割とステータスの配分がしやすくていいと思いますそして続いて列勝セット えー、これはねちょっと、まあ、わかんないんですけど、えーまあ、一応効果としてスキル3に劣勝を持っているので合わせで技をしたら強いんじゃないかなという感じですね。えー、反撃自体はエルブリスの方剣に任せる形になります、えー。王の慈悲が2ターンに1回なので、まあ、反撃セットで、えー、毎回反撃しても、まあ、発動しないターンが必ずあるということで、えー、反撃はエルブリスの方剣だけでも十分、えー、回るんじゃないかなという、えー、気もしています。 列車をセットとスキル3最大値で合計20%生命力を削ってくれる実際に合算されるかはちょっとわからないんですけど列車をセットとスキル3が合計されるのであれば最大値で20%もの生命力を削ることができるというのは割と強そうな気もしますさらにですねスキル1でも毎回5%ずつ削れるのでスキル1の役割というか 増えるととといいいうところが大きいと思いますえ単純にねスキル1を使って防御ダウンを負けれるしえクリティカル抵抗バフもつけれるえさらに列車セットで5パーずつ削れるというえこの3つの役割ができるので、まあ、スキル1が腐りにくくなるというところもいいのかなという感じがしていますえあとはスピードセットも一応あるんですけど、うんまあ、スピードセットで最速モルトにして えー、かなり動きを速くするっていうのもかなり厄介なのかなと思ったんですが、まあ、今回はね、えー、ちょっとオーソドックスなセットだと思ったので、えー、割愛しています、えー、決してスピードセットが悪いというわけではないので、えー、その辺はご了承ください、えー、続いて、えー、おすすめのサブセットですね、えー、モルトの、ね、サブセットは難しいですね、えー、まず免疫セットに関してなんですけど えー、パッシブのおかげでスキルが使用できなくなるデバフっていうのが挑発と沈黙だけになります、えー、ただですねモルトの場合スキル1が決して弱いわけじゃないので、まあ、スキル1が打てなくなるわけじゃないのでそこまで影響はないのかなという感じもします、えー、ただしスキル3の生命力を削るっていう列勝がですね勝負の要になるのであれば、えー、初ターンは絶対動けないといけないので、えー、免疫は必須になってきます ただ他の英雄と比べると、えー、絶対に免疫セットつけたいという感じでもないので、えーまあ、どうするかっていうのがちょっと悩みどころですね、えー、抵抗セットに関しても免疫と同じく、えー、そこまで優先度が高くないんじゃないかなと思います、えー、ただ相変わらず免疫セット安定なのは安定だと思います、えー、続いて生命防御セットですね、えー、生命と防御セットそれぞれ1セットつけると生命力がプラス900 え防御力ががプラス95ぐらい、えー、上がりま,す、えー、まあそこそこ、えー、上がるのでクリティカル率を維持できているのであれば、えー、生命とか防御セットをつけてもいいと思います、えー、特に生命セットはつければダメージが少し伸びるので、えー、余ダメージを上げるためにも、えー、耐久力を上げるためにも、えー、生命力っていうのは割とあり、えー、なんじゃないかなと思います この辺はですね、いいサブオプションがついたものがあれば、それをし採用するという形でいいと思います。特に防御セットとか、結構サブオプションいいんだけど、セットがちょっと使いづらいなっていうので、まあ、残してたりする人もいるかもしれないので、そういうのがあれば、全然使ってもいいと思います。そして最後に回心セット、えー。モルトはクリ率が非常に重要な英雄なので、確保できないようなら、絶対にこの回心セットをつけてください。 100%目標ですね100%にできるようにセットを選択していく必要がありますこちらもやはりサブオプションと相談する必要があるので特に改心セットだったらまあクリリ率と防御ステがついたものがあれば一気にね改心率を上げることができるので今のうちにもし手に入れたら置いておきましょう はい、えー。というわけで、えー、新しい英雄、竜族のモルテリックスなんですけど、えー、結構アニメーションがね、えー、ちょっと見たとき笑っちゃいましたが、サムネイルにも使ったんですけど、えー、服を脱ぐっていうね、いきなり服を脱ぎ始めるのでびっくりしたんですけど、えー、かなりイケメンの、えー、このゲームイケメンナイトは強いっていう法則があるので、えー、ボルトも、まあ、スキル性能を見ただけでもね、かなり強いので、 こいいいつはままた流行るんじゃないかなかと思います防衛でも攻めでもかなり使いやすい性能をしているので、えー、これはねいいと思います特に、えー、クリティカル抵抗バフねこれが非常にこうギュンター対象がいいので是非組ませて、えー、イケメンパを組みたいなっていう感じはしてるんですけど、えーまあ、まだね日本にはまだまだ多分来ないと思うので、えー、また、えー、来るとなったら改めて考察をしたいと思いますというわけで、えー、本日はモルトの紹介でした 明日はガチャ動画を上げる予定ですのでぜひご覧ください。というわけでご視聴ありがとうございました。